とうとうね、これを買ってきてしまいましたけども、これはですね、日本車セレクションのマッチボックス、マジレットか、マジレットのやつですね。で、これは、まあ、いろんな、店に行って、まあ、取り扱ってる店と取り扱ってないスーパーがあるんですね。まあ、むしろこの、まあ、どいなかに行けば行くほどこういったマジレットのミニカーを取り扱ってるところが少なくて、逆に都会に行けば行くほど、まあ、スーパーの数なんかも多いですからね、そういった取り扱ってる店が増えていくんですが、まあ、そういう点ではどいなかというのは、非常に不便なところだというふうにまあ思います。で、それでいてこの何て言うんですかね、これはあるところの、ちょっとスタンドでガソリンを入れて、まあ、近くにスーパーがあったので、まあ、そこに行ったら、今まではそこでスーパーはなかったんですが、まあ、ちょっと他の弁当を買いに行ったらね、偶然にもそのマジレットのミニカーが置いてあったんですね。で、今までなかったものが置いてあったので、まあ、びっくりしたと同時に、まあ、非常に良い情報を得たと、いうことで、まあ、このマジレットの、まあ、ミニカーを、まあ、買ってきたと、いうことですね。で、これが、ハイエースの車になります。で、ハイエースの、これは商業営業車になりますかね。ハイエースの営業車の方のハイエースになりますね。でもなかなかこれはこれで非常に、まあ、よくできてるかなというふうに思いますし、このマジョレットって書いてあるところがね、非常にいいですね。で、こうやってなんでこうやって窓のこうやって締め切ってるのかは分かりませんが、おそらくは、新商品を運ぶ際に、それが見れバレてしまうとまずいので、まあ、新商品を運ぶ際に分からないようにこういうふうにしているのか、それとも、まあ、何か他の別の理由があってこういうふうにしているのか、まあ、そこのところは、まあ、詳しくいた方が教えてくれれば、まあ、ありがたいんですが、まあ、そこのところはちょっと私の力ではちょっと分からないというところなんですが、まあ、なかなかこの、ね、車も非常に良くて、良いハイエースの敵だなと思います。で、ハイエースは、通常版の、まあ、トミカでもありますけど、それとはまた違ったロングタイプになります。で、ロングタイプのハイエースっていうのは、初代のハイエースからずっと続いているんですが、昔ハイエースは、まあ、この方が出る前までは、家族用のハイエースというのがあったわけですね。要するに旅行に出かけたりとか大人数に乗れたりするようなハイエースというのがあったんですが、まあ、それは後 そのアルファートへと受け継がれていって、ハイエースからちょっと独立したんですね。で、同じハイエースという名前がついてもハイエースレジアスとか、ハイエースの、なんだっけな、ハイエースの名前はあるんだけど、まあ、そうやった系列で受け継いでいったんですね。だからそうやって分かれていったんですよ。で、この方になってハイエースは営業車のみというふうに、まあ、なっていったわけですね。で、だからそれ仕事用の車のみと、でそれ以外の、乗用タイプのやつは、まあ、アルファートとか、そういったベルファイアとか、まあ、そういった車に、まあ、引き継がれていったと。で、アルファートからさらに買ってきたのが、まあ、そのベルファイアなんですが、まあ、そういうふうに分けられていったんですね。で、営業車とか仕事用に使う車のハイエースだけはまあ残っていったのと同時に、あと、まあ、ややこしい話なんですが、もう一つ路線はそのロングボディ、要するに長いやつ。で、長いものっていうのは、要するにまあ教習所に迎えに来る車とか、まあ、教習所の時にね、こういうロングにお世話になったんで、そういう住人のいる車だったりとかね、あとはまあ保育園の送迎とか、まあ、ちょっとしたその旅行の送迎とか、旅館の送迎とか、会社の送迎とか、まあ、そういったところでまあ使われる車です。で、それがこのハイエースで、まあ、ロングタイプというふうになる車がなんですね。で、これは営業車タイプといって、まあ、なかなかこれも非常に、ね、良い出来だなというふうには思います。で、これなかなかいいね、形をしてるなという感じで、なかなかこのハイエースのこの形なんかが非常にいいなというふうにね、思うことです。どうもありがとうございます。